どちらになさいます。およ。そ。浄化開始。図体が我らより少し大きいというだけにゃ。にゃい、ケンニャ様、集会に出れにゃすように頑張りにゃす。なに、あの生き物、なに、にゃにゃ言ってんの。へじょし、へじょし、よし。飛べ！
なんだあれは。ゆうゆう、邪妖にもどんくさいのはいるもんだな。なんか戦闘意欲下げた。ん、リボンに何か書いてあるな。ご覧っていうの。また顔面強打するぞ。気をつけろ。もう助けてやらないからな。なんだよ。君、商人なの？初めて聞く邪妖語だな。何？ロジエクロック？何何？私がお金持ちだって？これお金じゃなくて血を貯めてるんだけど。ほう、お金の代わりに血で買い物させるのかい？君、よりしろを扱ってるんだね。よりしろは妖魔の写しみ。これに血を与えればセルバにできる。戦略が広がるのはありがたいね。こいつは助かる。毎度ありみたいなこと言ってるよね。こっちこそゴランティーヌ。君、ゴランティーヌって言うんだろ。リボン。
落ちろ。ハッステイタイ。飛べ。すべての邪妖は私が滅ぼす。ハッステイタイ。落ちろ。ハッステイ。ハッステイタイ。すべての邪妖は私が滅ぼす。ハッステイタイ。飛べ。おじおっおじおっどっちおよそれThank you.
この寄り城でいいの？アクテ、このこの寄り城でいいの？アクチュアル、この名前、必要な血が足りないみたいだ。また今度来よう。浄化か。逃がさないからな。
リーティスの指輪返しなさい。なんかべちゃっとしてる。洗ってから持ってこう。アーネス様、どうでし。その指輪がリューリーティス様を落ち着かせる効果があることを切に期待しております。気にしないから入っておいでよ。そこ寒いだろ。だって恥ずかしいもの。女同士なのにな、変なの。お待たせ。はい、どうぞ。私のお守り戻ってきたのね。喜んでもらえて嬉しいよ。そんなに大切な指輪だったんだね。あのさ、聖女なんかやめて普通の司祭に戻らない？また一緒にいろいろな場所に行って邪妖を狩ろう。何も聖女だけが夜と戦う方法じゃ。やっぱりこれアーナスが持ってて。だって大事なものでしょ。ええ、また落としちゃうといけないから、アーナスが預かっておいて。今日はいろいろありがとう。紅茶かけちゃってごめんね。お洋服明日の朝には乾くから、おやすみなさい。な、ちょっと、もう勝手なんだから。なんか体が重い。リュリーティスのせいだな。ものすごく読みたくないけど。聖女がなぜお前に指輪を預けたのか理由を少しは考えろ。お前はバカか、ブラザーより。バカで悪かったな。バカで何がブラザーだ。人の人生覗き見しやがって、この変態。いつか見つけ出してぶん殴ってやる。ん？リーティス、あの指輪のことだけど。はい、何のことでしょう。ホットチョコ一つ。はい。これだから女の子って。
ホットチョコです。最高級チョコを使った当ホテルのオリジナルブレンドです。どうぞごゆっくり。ま、いいけどさ。またなんか言ってきやがったの？親愛なるシスターアーナス、お前の助けになるものを送った。夜について重要な情報を知る人間だ。きっとお前の役に立つだろう。ミラダが満ちるごとに夜も満ちる。世界の終焉へのカウントダウンがいよいよ始まってしまった。終わりまでに夜の君へと続く青き祭壇を見つけねばならない。送った人間と協力し祭壇を見つけ出せ。妹思いの優しいブラザーより。くそ、もう時間がない。どうしようもないのか。まだ何か書いてある。追伸、そろそろ血が欲しくなる頃だろう。意地を張らずに教皇庁を頼る。何かあってからでは遅いからな。こっちはそれどころじゃないんだよ。それにもし困っても誰がお前らに頼むか。お前たちなんか頼ったら魂まで取られかねえ。ベッドメイキング？ええ、でもアーナス様、寝相がいいからすぐ終わっちゃうの。お掃除も簡単なのよね。お部屋にいないから散らからないんだわ。この部屋ちょっと贅沢すぎてさ、リュリーティスと暮らしたワンルームがちょうどよかったな。居心地よかったよね。あら、それじゃあ部屋に恋してるみたいじゃない。本当は私がいたからでしょ。それはその冗談よ。ベッドメイキング終わりましたよ。ゆっくりしていってね、アーナス様。びっくりさせるなよな。おはよう、リュリーティス。どうしたの？アーナス様、いいところに。支配人さんから留守番を頼まれていたのだけど、少し困ったことになっちゃって。困ったこと？お客様がいらしたみたいなのに、チェックインもせずいなくなっちゃったの。留守だから他のホテルに行ったのかもしれないよ。あら、ベルが鳴れば私すぐ出るわ。鳴ったのは電話だけよ。電話？支配人さんから電話には出ないようにって言われてたから。電話ね。あれ、メモを取った跡がある。大観覧車の他の部分は字が崩れてて読めないな。
大観覧車、もしかしたら黒鳥発生区の遊園地のことかも。遊園地？このホテルの近くにはとても大きな遊園地があるの。消えた客は多分電話の内容を聞いてその遊園地に行ったに違いないの。そんな、もう日も落ちてしまって妖魔が活動しているはずなのに、どうしましょう。機密情報とか聖女のこととか、何かお客様の気を引く情報が漏れちゃったのかしら。あのずる賢い連中がそんなヘマするわけないだろう。情報リークがあるとしたらわざとさ。それにさっき私の方にも連絡があったんだ。どうやら教皇庁から助っ人が来てるらしい。エージェントか一般の協力者かはわからないけど、教皇庁が派遣した人間だ。大丈夫だろう。たとえそうだったとしてもよ、心配だわ。だけどもしその人間が無事だったら、いよいよユリーテさん。どうしたの、アーナス様。いや、少し考えてたんだ。その協力者が知っている情報ってどんなものかと思ってさ。え？夜をなくすための情報じゃないの？だって教皇庁は夜をなくすことが目的の組織でしょ。夜をなくす、そうか。聖女を使って封じる方法なんか元から教皇庁は知らないわけがない。ということは今回の封じる方法はそれとは別の聖女に頼らない方法ってことか。アーナス様、こうしてはおけない。今すぐその宿泊客を助けに行ってくるよ。危険だわ。心配ないさ。ルリーティス、君はここにいて。客人が戻ってくるかもしれないし、支配人が帰ったら事情を話して。じゃあ。でもアーナス様、やばかったら帰ってくるよね。未確認生物辞典に何だろう。どちらにおゆ、それでは。どちらにお嬢。お気をつけて。
城郭。相当手強い奴がいるな。こんなところに一般人の分け入って無事じゃ済まないぞ。ハッテンタン飛べダガタンヘッヘッカリタルトハッヘッヘッカリタルトトトト容赦はしないとヘッテンテンタン飛べテンタン飛べテンタン飛べハッテンタン落ちろハッテンタン落ちろテンタン飛べハッテンタン飛べハッテンタンハッテン！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 
で、ほっ、はっ、キャンニャンニャン、はっ、で、はっ、飛べ、ふっ、ふっ、と、ふっ、で、すべての邪妖は私が滅ぼす。この依代でいいの？アクチュアル、この名前、まあ、ルエユ、この依代でいいの？
アクチュアライズ、この名前どちらになさいます。およ。どちらになさおよ